こんにちは。清水藤枝応援おじさんです。明治安田生命 J2 リーグ第42節藤枝マイ FCVS 岩木 FC の試合は2対4で藤枝マイ FC 敗れてしまいました。はい、この試合ですね、私実はチケットは取ってあって、まあ、完成しに行こうと思っていたんですが、 二日前の11月10日の日にですね、金曜日朝起きた時に、えー、腰に違和感を感じまして、痛みがひだんだんひどくなってきてで、結果的に何だったかというと、尿管結石になってしまって、まあ、痛みでモンドリ撃って、まあ、救急車で運ばれるというか、自分で救急車呼んだ病院に運ばれるような形になりまして、仕事に穴を開けてしまったもんですから、大事をとってこの試合ですね、感染しに行くのをやめてしまいました。 はい。えー、けなかった、ほんと残念。行けなかったことが本当に残念です。あの、最終節だったんで、まあ、現地で観戦できればと思ったりもしたんですけど、まあ、その時はですね、あの、ゲームあった時は、家で清水エスパルスと水戸のゲームを見て、まあ、がっくりしておりました。 はい。まあ、そんなことは、まあ、そんな感じだったんですけど、試合の感想としては、ちょっとですね、この間、ちょっと不要意なファイルというか、まあ、足裏を見せたような、ちょっと危ないタックルのファールを、体重が多かったなと思って、中川総選手とアンデルソン選手ですね、ちょっとこれは、今後のところ、ちょっと修正してほしいなと思いました。はい。本当ですね、あの、 ま最終節負けてしまったんですけど、ただあの2点取り返して、まあ、超攻撃的サッカーの姿勢をです、ね、最後まで貫けたのは良かったのではないのかなと思います。そしてですね、この動画、今、実は11月14日の火曜日の夕方にのっとっているんですけど、11月14日のお昼にですね、藤枝麻衣節、矢渕亮太選手の契約満了の、えー、お知らせというか、ですね、そういった 一報が流れまして、えー、非常に残念で寂しいことだなと思いました、この今季も夏すね、まあ、夏頃まではスタメンで出てることが多かったんですがそれ以降は結構控えというかベンチスタートことが多くてちょっとこの頃スタメンになること少ないなとですねそんなことも思ったりしてたんですけどまさか契約満了になってしまうとは。 はい、このニュースが仕事の休憩中秋の夕暮れ時に流れてきた時には寂しさで思わず泣きそうになってしまいました、はい、6月28日水曜日に藤枝のですね公開練習を見に行ってその時に久保藤次郎先生渡辺亮選手そして岩渕亮太選手がまいました。 サインをもらえる機会もあったんですがエスパルスサポーターだからと遠慮して、まあ、遠巻きに見ていてまた後日、まあ、有給取ってくる時があったらその時にまたサインもらえればいいかなと思っていたら久保藤次郎選手と渡辺亮選手が移籍してしまいそしてですねしばらくの間、有給も取れずそしてですね、まあ、シーズンも終わってしまった時に岩渕亮太選手が。 えー、契約満了。まあ、移籍する先が、まあ、見つかってほしいところではありますが、まあ、いなくなってしまうということで、ただただ本当寂しいなと思いまして、6月28日の時にですね、まあ、もらえる時にサインなどもですね、もらっとけばよかったなと思わず思って、 てししまいまいた。はい。矢渕良太選手、この先ですね、どこのチームに移籍するかわかんないですけど、まあ移籍先が見つかってですね、また今後活躍していただければと思います。来季もぜひですね、サッカー続けていただけたらと思います。本当ありがとうございました。短く、自分がですね、藤枝ちょっと追いかけていた期間は本当短いんですけど、いい試合をですね、活躍見せてくれて本当ありがとうございました。お疲れ様でした。 はい。ということでですね、ちょっとぐだぐだしてした内容になってしまいましたが、動画を終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。